こんにちは。悩める英語難民を救うちょっとセクシーな英語カウンセラーあこちゃんです。あ、セクシー呼ぶんですか、失礼しました。今日はお悩み相談いただきました。あこちゃん英語大好きアメーバーブログの読者さんの方です。男性か女性かは特に申し上げません。勝手に妄想してください。あこちゃんさん、こんにちは。私はある英語が流暢なアーティストさんの影響で英語に興味を持ちました。しかし自分の日本語発音を何とかしたい一心でネットで英語学習について検索しているうちに、あこちゃんさんの2012年3月30日付ブログ「もう英語難民じゃないよ」の記事にたどり着き、あこちゃんさんが同様のことで悩んでおられそれを克服されていると知り、いても立ってもいられずメッセージさせていただきました。現在の仕事が忙しく、なかなか英語の時間が取れない現状で、時間だけが無駄に過ぎていってしまっているような気がしています。現在の環境を変えたい気持ちもあります。あこちゃんさんがどう発音を上達されたのか、勉強法などを教えてください。お悩み相談、ありがとうございます。そうですね、はい。まずですね、大事なことはですね、発音にはポイントがあるということです。練習は伊達にすればいいというものではなく、正しい方向に効果的な練習をするというのが絶対条件です。ということはですね、ぶっちゃけこれはネイティブに習ってもあんまり効果ないんですよ。どうしてかというと、彼らは生まれた時からそれができるからです。日本人がどのように英語の発音を効果的にしたらいいのかというのは、日本人に聞くのが一番いいです。なぜかというと、同じような母語の干渉を受ける体験をしているからです。だからまあ私に聞いてくれたんですが、私も何人かの先生から習いました。で、習うことによって、何が効果的かというと、ポイントを押さえた部分を時間短縮で教えてもらえるからですね。なかなかこれ自分で見つけていくとなると時間がすごくかかるんです。時間と英語の音に対する興味って言いますか、とことん興味がある場合はとことん追求すると思いますけども、大抵の場合、あ、まあこんなんでいいかみたいな感じになっちゃうと思うんですよ。あ、実際自分でもそれがいいのか悪いのかすら分かんないっていう状況なので余計だと思います。なので効果的に上達させた方にポイントいただくと、自分の発音を聞いてもらって、ここをこう直した方がいいよっていう指摘をもらうと、それで方向は正しい方向に進んでいるので、それに沿って何回も練習する。で、またそれが効果的にちゃんと練習されているかを確認してもらう、そういう作業を続けていくというのが、発音においては上達の、一番早道だと思います。先ほど、日本人の発音の流暢さについての動画をアップしたばかりなんですけれども、まあ、よかったらそちらの内容も確認してみてください。そこではネイティブのように話す必要はない、日本人だったらこういう風に話すのがいいのだっていうようなことを解説しています。でもやっぱりネイティブみたいにかっこよく英語を話したいっていう願望もあると思います。そのために自分でもこっそりできる技があります。それについてはまた次回の動画で説明します。今回お悩みをくださった A さん、どうもありがとうございます。それからですね、時間だけが無駄に過ぎていってしまって、なかなか英語の時間が取れないという悩みというのは、まあ、社会人の方だったら皆さん多分そうだと思いますよね。で、劇的に何かをすることで劇的にこう効果が短時間の間にバンって起こるっていうことは実際あんまりないと思います。特に発音のことに関しては、毎日の地道な練習により長い期間の間に気がついたらすごく変わっていたっていうことが真実だと思います。ということはですね、逆に言えば忙しい毎日の中でも隙間時間を利用してポイントを抑えた練習をすることで確実に発音は上達すると私は信じています。だからまずはそのポイントを知っている人に聞く、もしくは習う、そして正しい方向に練習を積んでいく、それがベストです。それ以外ないです。現在の環境を変えるっていうことに関してはご自身の意思で何とでもなると私は思っています。まず自分にとって何が大事か、その大切なものをするためには優先順位をつけていって、その最も求めるものを達成するためには何が必要か、必要じゃないものは切り捨てる、必要なもののために行動を変えるということの繰り返しが必要だと私は思っています。今回お悩みをくださったA さん、今回の、この音声動画では全てを回答できていないかもしれないので、また追って音声動画をアップしたいと思います。引き続き次回の動画をお楽しみにね。聞いてくれてありがとう。悩める英語難民を救うちょっとセクシーな英語カウンセラーあこちゃんでした。 Have a nice day. Bye bye.